ももは母ももは、皆さんこんにちは、ももはです。はい、今回はね、何の話をしようかなと思ったんですけど、昔の記憶が戻ってきて、てかまあ昔っていうか昔から今とかよくわかんないけど、でもとりあえずね、みんなに聞いてほしいことがあったの。過去の話なんですけど、まあもう映像を見て比較物がわかるあれないから今はあれだけど、私すっごく肩幅が広いんですね。まあハーフっていうのもあって、なんかがっちりしてんのかな、骨が、よくわかんないんだけど、でもまあとりあえず肩幅が広くてすっごくショックだったことがあるんですよ。多分これ見てる人の中でも、私結構肩幅広いよっていう人いると思うんですけど、まあ本当にみんな共感してくれるかな。もう本当ショックなの。なんかスポーツとかやってたりとか鍛えてたりとかして肩幅広くなるのはわかるの。普通に、あ、筋肉で広くなったんだなみたいな、それはわかるんだけど、私は昔から体がすごく弱くて、小さい頃はすごい入院ばっかりしてたんですね。小学校に上がる前らへんに、なんかアトピーとか喘息とか、とりあえずいろいろあって、すごい入院を繰り返してたんですけど、小さい頃は。だから体が弱かったから、そんな運動とかしてこなかったんですね。いつの頃だっけな、小学校の頃病院に行って、なんか熱かなんかが出て、で病院行くとなんかこう体めくるじゃないですか、ちっちゃい時って。大人になってもめくるかわかんないけど、とりあえずこう体めくったりとかして、医者がんオッケー異常なし、はいはい、息吸って吐いて、息吸って吐いて、吸って吐いて、ペチュペチュパみたいな感じでやるじゃないですか。でその時後ろ向いて、はいじゃあ後ろ向いてください、じゃあ背中上げますよって言われて、はいふってやってた時に、全然なんか病名でも言われんのかなと思ったら、医者がうん水泳やってましたって言われて、え水泳やってたんと思って、なんかよくわかんなくて、えやってないですけどって言って、うん結構ガッチリしてますねみたいな、運動とかなんか水泳じゃなかったら運動かなんかやってたんですかって言われて、えって思ってやめてやめてと思って、何もやってないんですけどと思って、もう全然何もやってない体だよと思って、いや何もやってないですねみたいな、小学生ながらにさ言い訳考えた、えどうしようと思って、何かやってることにしようかなとかいろいろ考えたけど、何もやってないから何も浮かばないわけよ、なんで水泳えと思って、そんなえと、うちのお母さんもその時なんか、あこの子何もやってないんですけどみたいな感じで、もうなんかもう家族揃ってさ、何よくアニメで出てくるこういう、なんかちーまる子ちゃんで出てくるこの汗みたいなっていう汗みたいなのができて、苦笑いしかすることができなかったよねそんなひどいですかみたいな感じで、お失礼すぎなんだけど、肩幅広いのは仕方ないじゃん、本当に。確かにすっごい広いと思う、すごい自分でも広いと思う。だから写真撮るときに極力こうやって斜めにこうやって撮る癖があるんですね、私。もう広いから、もう本当にコンプレックス。でもこれに至ってはもう直せないから、だからなんかこういうタルンタルンの服着るしかないんですよね。タルンタルンの服って隠せるからさ、オフショルとか着たらもう、え無限大じゃん、肩幅無限大って。だからうちのお兄ちゃんもハーフでガッチリしてるはずなのに、お兄ちゃんとそんな肩幅変わらないんですよ。あいつアメフトとかやってたのにもかかわらず、私肩幅変わんなくて、もうショック。これに至ってはだからコメント欄とか、ももちゃん肩幅てんてんてんとか来ても受け止めるしかないよね。うん知ってる、それに至っては知ってるってなるしかないんです。悲しいけど認めます、肩幅広いです。仕方ないよ、それに至っては。もう測ってやりたいけどなかった。まあ肩幅広いけど、まあ身長は割と小さめなわけで、でそれで体操とかで肩幅に足開いて、いやどこまで開くんだよ、肩幅って超あるよ、どこまで開くのって私はいつも思ってた。肩幅にじゃあ足開いてくださいって言って、みんな結構ちょっとなんですよ、私めっちゃ開くじゃん、うちだけなんかめっちゃ開いてんじゃんっていう状況多々ありましたからね。みんなもそういうのみんなもそういうのありますって共感求めたいけど、いるかな。うん、だからちょっと悲しいっていう事実ですね。それでは今日見てくれてありがとうございました。以上ももはでした。バイバーイ。肩幅に足開くとめっちゃ開くじゃん、超開くじゃん。無理。